教授、かくれんぼでもするつもりか。話は聞いたぜ。そのロケットこっちへもらおうか。さあ教授、俺の方が腕が上だってことを忘れたんじゃないだろうな。この前は酔っていたから負けただけだ。今日は負けん。どうだ早川、俺の腕が分かったか。いや、ナイフとフォーク投げの腕前はよく分かったが、やっぱり腕前は日本じゃ二番目だ。なんだと？それじゃ日本一はどこにいる？やっぱり俺だよ。なんだと？ナイフとフォークはな、サイコロ扱いようなわけにはいかんぜ。さあどうか。